きで歌ってる、よく歌ってるんですけども、長女が二十歳になりまして、で成人式だったんですけども、まあ、何もやらなかったんですけど、まあ、彼女の希望 で今調理師学校に、通ってまして、多分なんか免除したになったんだと思うんですよ、給付金とかなんだから。でそういうふうにして学費はあとは自分で稼ぐっつって今一生懸命100円ショップで働いてますけども、すごいですね。それだけじゃなくて妹と弟の学費も私が出すんだって、ね、言っててですね、別に私への嫌味ってわけじゃなくてですね、本気でそう思ってるみたいで、その給付金を申請する時の作文にねちょっと見込ましてもらったんですけど、父は訳があってお金が稼げないんですみたいな感じで、あの仕事をしていてみたいなことが書いてあって、それゆえに私が稼がなきゃいけないことが書いてあって、涙出ましたけどね。訳やってるからないですよね、自業自得なんですよ。今もう厚木の方に毎日通ってますけど、そんな二十歳になった、長女の今二十歳おめでとうというふうに書いてありましたと言いながら、もうてめえのことしか歌ってませんけれども、20年目の親子
おめでとうございます。まあ、寂しくたってもう甘えないって歌ってみながらですね、毎日のように娘がバイトしてる100円ショップに行ってますからね。矛盾してますね。歌いながら、歌いながら矛盾してるなって。どんだけ寂しいんだ俺。でもあんま嫌な。